覚悟者であった。私はしかし覚悟者の運命を感受して。人はどうせ思い通りにはの冷たい心が女の虚しい劇場を見すくめていた。すると女が目を見開いた。目は憎しみに満ちていた。私は恋をする人間ではない。私はもはや恋をする人間ではない。
女も私と同じだろうか。どうして何もかも退屈なんだ。なんてやりきれない虚しさだろう。私は大空を見た。青空は私に染みた。私は瑠璃色の波に結ぶ。私は大空の私の気はする。